これ蓄積取れねえからな。お、N 横でよかったな。死ねっぴ。感情処理できん人類はゴミっぴ。よし。ヒート率がな、やっぱどうしてもちょっと。今俺フルチェから入ってた。はい、お座りです。下角振ったらちょっときついかなと思って。おらおらおら、これ迫真のリロード10秒ですかね、8秒ですかね。いや、後ろ見てほしい、後ろ見てほしい。やばすぎるだろ、化け物だろ。そこで仮子を出す選択肢を取る。間違えた操作、下手くそすぎます。味方のお花で見えない。これ絶対殴っとく。いや、ビートロサザのデゲボディが引っかかる。なかなか死なんねえに、ウガンダム。フォア枚数有利なんで一気にやりたいといったところですが、なんか下角当たんなかった。あと一発だったな。これ俺が悪いわ。勝ち合わねえと思ってたけど普通に勝ち合った。申し訳ないでした。こいつ早すぎて何してっか分かんねえ。性能的にはこいつどうなんだろうな。で、なんで寝かさないんですこれ。下手すぎてさ、あそこで N 止めする理由を 100G 以下で述べよ。なんとなく
早すぎてな。今日でもいいけどパワーク外さないと大変なことになるこいつ。これでねパワークつけたまま強判定になるとダブルゼータが死ぬから、むしろダブルゼータにパワーク上げてもいいけどな。あ、そう、旋回を遅くするカスパーあったな。前作みんな旋回バゲモンだったからな。反則ねえとやっぱ分かりづらいわ、敵どこにいるか。きついんだろこれ。まあ分かった分かった。これしんどくしかないか、早めに。攻めなきゃいけなくなるからな、こっちで開くと。ハラビーの存在忘れてたわ。うん、減ってるしな、ワンチャン負けるからやっぱ拠点巻きが良かったよな。拠点巻きで一発ぐらい撃つみたいな。このニューガンダム殺そう、無理だ。撃破されてるやん、やっぱり。こうなるから嫌ないよね。あぶねえ。わざわざ攻めるよりも拠点で湧いて弾一発撃って、ガンマチの方が良くないか。おし、ナイスでした。ささあるな。